Joe was weakened and in the depths of deep darkness. But Rui, who had grown stronger, would never let go of his hand. 弱くなって深い闇の底にいるジョーの手を、強くなったルイは絶対に離さなかった。カムカムエブリバディ。ジョーが暗く深い闇の底にいる。そんな彼の手を捕まえて離さないルイ。どんなに深いところにいても、ルイの手はジョーの手を絶対に離さなかった。弱くなったジョーを、強くなったルイは諦めなかった。第60話のお話は、ルイはクリーニング店の平介さんと和子さんの元を離れ、心機一転、ジョーと一緒に京都で暮らすことを決意します。京都でお茶のお師匠さんをしているベリーこと野田一子を訪ねますが、何をして暮らしていくのか決まりません。そんな時、北野天満宮の縁日で立ち並ぶ出店の間を歩いていたルイは気になるものを見つけ、第60話はこのようなお話になるようです。心機一転で京都に行くようですが、ジョーの心境の変化を求めていくのでしょうね。ジョーの病気は心の病気だと判断して、環境を変え、生活を変え、それが治療だと考えたのか。しかし、竹村夫妻にとっては寂しい話になりました。優しい夫妻から離れることは、ルイにとっても寂しいでしょうね。第59話では、ふぅ、思わず息が漏れる、息をつかずにはいられない、涙なくては見られないラストシーンでしたね。水平線に向かって沖へとたどたどしく歩くジョーの後ろ姿。腰まで浸かったジョーをルイは濡れることなど構わず追いかけ抱きしめましたね。朝一ではユウさんがゲストでしたが、開口一番しっかりとジョーに対して叫んでいました。ユウさんはルイの祖母役でしたので説得力がありますね。私たち視聴者の代弁を本当に簡潔にしていただけたと思います。オープニング曲に友情出演、木島みどり、ゆうと入っていてもおかしくないレベルです。しかし、やはりジョーはアーティストならではの繊細な心の持ち主なんですね。かたやルイは強くなりました。ジョーと幸せになることをベリーの前で強く誓ったルイ。東京と大阪という離れた距離で会えない時間にルイは強くなったのでしょう。恋愛において相手と一緒にいる時間はもちろんですが、会えない時間も大切だと考えます。信頼関係が構築されていなければ難しいことではありますが、会えない時だからこそ自分の気持ちと向き合えたり、相手のことを思ったり、電話や手紙を出すことすらためらわれたルイ。頭の中はジョーでいっぱいだったと思います。会えない時間こそ愛を育てる。その期間だからこそ気持ちが膨らむ。会えない時間に気持ちが離れるような相手だったとすれば、それはそこまでの縁だったと思うのです。会えないということだけで気持ちが離れるのではなく、会えないことで相手に対する疑念などが原因で気持ちが冷めてしまうのではないかと思います。ジョーとルイ、いえ、ルイにとってジョーはそうではなかった。会えない時間がより強くジョーを思う気持ちに変わったのでしょう。しかし、諦めないと誓ったルイの世話焼きが、ジョーを追い詰めていましたね。あの穏やかなジョーが取り乱し、ルイの持ってきた洗濯物を外に投げ出すなんて。さすがのルイも心が折れそうになりますよね。母に捨てられ、父の顔を見たこともない。ちょっとだけ怖かったんです。
家庭を持つということが。せやからこれでよかったんです。と、和子さんに話していました。これはもう諦めなきゃいけない、と、ルイ自身に言い聞かせていたのかもしれませんね。そんな時にラジオから流れてきたのが、ルイ・アームストロングが歌う、オン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリート。この曲がこのタイミングでラジオから流れる。これがルイとジョーの運命ですよね。ジョーも同じくラジオに耳を傾け、オン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリートに聞き入っていました。この曲には並々ならぬ思いがある二人。頬を伝う涙はきっと同じ涙だったのでしょう。ルイの思いは再燃しました。そして海に向かい、ジョーの姿を見つけ、あなたと二人で日向の道を歩きたい、と泣きじゃくるジョーを抱きしめ伝えました。この言葉、安子がルイの父、ミノルに向けて言った言葉でもありましたね。ミノルが名付けたルイ、そのことをしっかりと日向の道を歩いていこうね、と伝えた安子。ずっと母のことをよく思えないルイですが、しっかり引き継いでいます。ルイとジョーが海の中で抱き合うのを浜辺で見届けるトミー。彼は野心家にもかかわらず、笹川プロから声をかけられるも、ジョーを思い断りましたね。東京進出をあれだけ夢見ていたのに。そしてトランペットだけが吹けないというジョーのために、病院や薬の情報を手に入れようと駆け回る、ナイト&デイの小暮さんやバンドメンバーたち。人間一人では生きていないことを思い知らされますね。今の世の中は分業することで成り立っていると言います。一人で食料を探したり、家を建てたりというのは、まずできないでしょう。自給自足で一人での生活。家は作れても、水道や電気などを一人で整えるのは厳しいでしょう。極論ですが、原始時代のような生き方をすれば、一人で生きられるかもしれませんが、世の中が便利になればなるほど、一人では生きられないのです。なんだか皮肉ですね。ジョーだけではなく、人間、出会って無駄な人っていないのだと思います。自分にないものを持っている人だったり、学ぶべきものを教えてくれる人だったり、出会いは偶然のようで、どれも必然のように思います。どんな形であれ、人を豊かにしてくれるものですね。人との出会いって。ベリーもジョーにとって、そしてルイにとっても貴重な存在です。ルイの声敵でもあり、背中を押してくれた一人でもあります。しかし、ベリーの本名は野田一子だったんですね。一子イコール和子ではなく一子。一子、いちご、いちご、ストロベリー、ベリーといったところでしょうか。となると、トミーの本名も気になるところです。明日も楽しみです。最後までご視聴いただきありがとうございました。